アバーオープンレバーを押し上げ、ペーパーカバーを開けます。ヘッドカバーの左右の爪を外し、手前に倒して取り外します。ヒンジヘッドを押し込みながら、矢印方向にスライドさせます。カバーフレームの突起からヒンジヘッドを引き抜きます。コネクタ2つを取り外します。コネクタ2つを取り付けます。カバーフレームの突起にヒンジヘッドの溝を差し込みます。ヒンジヘッドのボスをスプリングヘッドに合わせて押し込めます。矢印方向にスライドさせ、ヒンジヘッドを固定します。カバーフレームの穴にヘッドカバーのフックを差し込み、取り付けます。この時、ヘッドカバーの左右のボスがボス穴に固定され、爪が引っかかっていることを確認してください。動作確認を行います。AC インベッドに AC 電源コードを接続します。プラグをコンセントに接続します。ペーパーカバーを開け、用紙をセットします。スピードキーを押しながら電源をオンにするとテストエンジンを行います。動作をご確認ください。